Holland, Yugoslavia. サッカーを愛する皆さん、こんにちは。金子克彦でございます。気温、湿度とも絶好のコンディション。今日はオランダ対ユーゴスラビア、フレンドリーマッチの模様をお送りいたします。小谷さん、それではマイクをお渡ししましょう。はい、小谷です。それではキックオフです。試合開始のホイッスルが鳴りました。このカードはオランダ対ユーゴスラビア。打った、ゴールキックです。大きくクリア。なん、どうだ、ゴールキックになります。いい位置で倒されました。このファウルで流れをつかみたいオランダ。壁の上ギリギリを通してくるというのもありえますね。壁に当たったリバウンドも狙いたいですよね。ノーホイッスルのようです。プレーは続行。いい位置で倒されました。さてチャンスになります。オランダ、イエローカードです。カードが出てしまった以上は仕方ないですよね。このプレーはやはり非常に危険ですね。これは非常に危険でしたね。オランダ、壁の間を通すのは厳しいか。トリックプレーもありでしょ。大きく蹴り出してきました。ロングシュート、これはキーパー真正面。ゲームは0対0で推移しています。ゴールキックになります。ここで止めたい。両チームとも得点がありません。シュート、大きく蹴り出してきました。このパスが通ってしまった。いいシュートだったんですが、キーパーの正面。カウンターのチャンスか。ここでカットできればチャンスになるんですが、ミスに注意したいですね。ユーゴスラビア、大きくクリアしてきた。前方のスペースへドリブル、大きく前へフィードしてきた。気持ちを切り替えていかないと。どうも思い切った。大きく前方へフィード、審判流します。簡単に倒れているとゴールなん。左サイド、縦一本放り込んできた。打った、縦一本放り込んできた。形を作らせないようにしたいで。ロングシュート、落ち着いていきたいところ。自由にやらせちゃいけませんね。打った、キーパーがっちりとキャッチ。ユーゴスラビア、大きくクリア。審判流しました。プレーオン。今はアドバンテージ取りましたね。危ない。主審のホイッスルで前半終了です。前半を折り返して同点。この試合展開をどうご覧になりますか、木村さん。普段通りできれば得点できますよ。オランダ、
選手交代のようです。後半の45分が始まります。オランダ速いドリブルにキーパー危なげないキャッチ。彼をフリーに大きく前線へ放り込んできた。ゴールキックになります。両者得点を奪えないまま後半に入りました。気を引き締めていきたいですね。嫌な場所でファウルを与えてしまいました。ディフェンダー一歩出遅れてますね。ここでファウルをするのは危ないんですが。手元の時計で間もなく後半の11分になります。前方に長いボールを送った。彼をフリーにするとちょっと危険。このドリブルが止められないと厳しい。これを振り切られるとピンチですね。縦にロングパス。中盤からディフェンスの裏に走り込んでいかないと効果的な攻撃にはなりませんよ。スペースにディフェンポールか。カウンターが怖いところ。きっちりスペースをケアしたいですね。ここでボールを抑えた。ここで止めたい。ここだけは突破されると危険ですね。両者無得点のままゲームが進んでいます。ボール入れられてしまった。リプレイが出ました。オランダ先取点を許してしまいました。この失点を引きずってしまうと危ないですよ。気を取り直してのキックオフです。後半も中盤に差し掛かります。28分、ゴールキックです。パスカット。いいリズムで攻め込みたいですね。やや短すぎたか。審判流します。縦にフィード。苦し紛れのプレーといった感じがしますね。いいロビングボールが上がった。どうだ。速いドリブルでこのドリブルを止めるのは厳しいか。嫌な場所でファールを与えてしまいました。この位置でのファールは非常に危険ですね。今のプレーにイエローカードが出されます。こうしなくても止められる技術が欲しいですね。これでイエローですか。後ろからチャージしてしまいましたね。ところで木村さん、あの強いユーゴスラビアが帰ってきましたね。なんといってもタレントの宝庫でしょう。そうですね。ちょっとプレーが荒いですね。キープ前方に大きく送ります。運が良ければ点につながるかもしれませんけどね。オランダ速いドリブル。ここで中央に投げてきた。防げるか。ここで試合終了の笛が鳴りました。一進一退の激しいゲーム展開の末、オランダ代表僅差での敗北、非常に悔しい結果となってしまいました。それでは失礼します。オランダ残念敗れてしまいました。しかし練習を積めば
ワールドカップモードでの優勝も夢ではないようですよ。このゲームのご案内は金子克彦でした。現地実況は小谷泰介さん、解説は金田信俊さん、木村和志さんでした。ごきげんよう、さようなら。